松尾チャンネル。松尾則久の株式投資最前線。皆さん、こんばんは。今日2月13日、月曜日でございます。今6時も回ったところなんですけども、まあ、非常に相場が強いもんですから、皆さんご機嫌の方が多いかもしれないですけども、まあ、非常にそのトランプ相場がいよいよ佳境に入ってきて、ニューヨークダウが非常にこう強い展開になってきたということです。まあ、日本株もその後を追う形でですね、今日も堅調な値動きをしているということでございます。ですから、まあ皆さんの資産もかなり増えてきているんではないかと思います。この松尾チャンネルでは個別の銘柄をですね、できるだけ取り上げてまいりたいと思っております。ただその前に今日の日経平均だけはご紹介しとかないといけないかと思いますが、日経平均は19,459円15銭ということでですね、80円ほど高いということです。でその他の指数もですね、押しなべて高くてですね、まあ、日経平均が上がるときはどっちかというと中小型の指標というのはそれほど上がらないというのがこれまでのパターンでしたけども、今日あたりは、まあ、トピックスも日経も上がって、なおかつジャスダックですね、こういった中小型指数もですね、高値を取ってきているということで、非常にこう堅調な値動きになってきているということです。でこれは結果として安倍トランプ大統領のその会談がですね、非常に成功裏に終わったというバックグラウンドの中でですね、まあ、為替はそこそこ円安っていう、まあ、円高111円台の円高から若干円安という形に触れたというところもありましてですね、まあ、先週末高かった日経平均の余韻を買ってさらに今日も高いという形です。ただしまだ日経平均は高値取ってないというのがね、まあ、ちょっとこう投資家からしてみるとどうなのっていうところなんですけども、日経平均は1月の5日の日に19,615円40銭、この高値をつけたんですね。その後調整してたんです。で調整してて、まあ、やっとこうその高値をトライしようという動きに変わってきたという、2月13日今日現在の値動きだと思います。まあ、おつけですね、日経平均は2万円台に乗せるという方向性はあるんですけども、まあ、ニューヨークダウが先駆して動いて、その後を日経平均が追いかける、そういうパターンで動いてきているということかと思います。まあ、こういった相場環境の中で、個別の銘柄も第3クォーターの決算発表でですね、非常にこう変動しております。第3クォーターの中身を見ながらですね、評価されているという状況です。で特に普通ならば第3クォーター非常に、サプライズがあってよかったねっていうやつが買われてもいいんですけども、案外それが買われずに、本当のサプライズ、今まで全く誰も想像もしなかったような業績が上がった時に初めてサプライズで買われていると。例えば三井海洋開発、こういった銘柄はですね、全くこの業績数字を予測だにしてなかったんですね。それを発表したということで、まあ、円相場通信にも書かせていただきましたけども、非常にサプライズが起きて上がっているというような流れが見られます。で一方でアドソル日清、我々は円相場通信でかなりこうアピールしてきた銘柄についてはですね、まあ、いい決算発表だったんです。実際ね、ただし通期は少し控えめに出しちゃったと、これ先行投資という、まあ、ことがありまして、控えめに出しましたという結果としては、株価がですねそれを織り込む形で一旦、まあ、利益確定売りで押されてきたというのは先週までの値動きで、今日もその余韻で安値つけたんですけども、引けにかけては少し戻ってきたというパターンになっています。落ち着いてきたという形です。であとまあ、イメテクだとか、まあ、前回もお話したような銘柄、非常に激しく1回は下がりましたけども、また大きく戻ってくるというパターンでですね、非常にこう人気銘柄、まあ、引き続きですね値動きが堅調な動きになってきているということだと思います。で今日実はそのある会社訪問をして、先ほど帰ってきたところなんですね。今日このスタジオに戻ってきてですね、皆さんにいち早く本来伝えないといけない銘柄、これはもうご報告すでにしておりますが、テノックスという銘柄ですね。テノックス今日、まあ、816円という値段で終わったと、10円高と、まあ、ちょっとその本当はですね、決算の第3クォーターの進捗自体はちょっとこうまだ物足らない数字が出てたということで、まあ、今日はちょっともしかしたら1回売られるんじゃないかという皆さん考えてたはずなんですね。で株価は消化なんで、ちょっとこうどうなるかなというところだったんですが、まあ、中立かないしは若干売りが多い程度の、まあ、動きをしていたということなんですが、引けにかけて少し戻った上がってきたというパターンです。で実際に訪問しましてですね、今日実はですねメンバーの一人で
自称情熱投資家という呼んでるですね、方も一緒にですね会社訪問させていただきまして、まあ、技術の中身をですねどうなんだということを根掘り葉掘りで聞いてまいりました。で、まあ一般的になかなかその基礎工事の会社なんて全く、まあ、知識はないでしょうし一般的な会社ではないのでなかなか理解するまでに時間かかるんでしょうけども一般的なその基礎工事の分野をベースにしながら実は新たに住宅向けのピュアパイル工法というですね新技術を引き下げて世の中に今こう打ち出してきているというところをですねちょっとこう情熱投資家も一生懸命聞いてですねあなるほどというふうな形で帰ってきたというふうに今先ほど聞いておりまして一緒に私もそれであテノックスってそうなんだということを改めて感じた次第です。つまりあの住宅向けのピュアパイル工法がのビジネスモデルこれがですね非常にユニークで今までは受けてあのその設計、ゼネコンとかと一緒にその基礎工事のになってですねやるんですけどもピュアパイル工法はですねフランチャイズ方式で全国の協業する工務店だとかそういったところを束ねながら自分たちが実際に工事をやるとかそういうことではなくてそのロイヤリティ収入でですね、利益を出していくというようなパターンがありましてですねこれは今までになかったパターンで、まあ、今日お目にかかった取締役がですね旗振り役でこのビジネスを展開していると。で、まあ、実際、まあ、年間の棟数でいきますと1万棟ぐらいやるわけですね。でこれは自社でやるんじゃなくてフランチャイズ方式で工務店とかそこがやってくれたもののロイヤリティをいただくというビジネスモデルになっています。で、まあ、これがですねあの非常に成長性が非常に高い。これはなぜかというと他に、比べる工法がありまして、まあ、中条改良工法とかあるわけですけどもそれよりも数段優れた技術でコストがもう相当下がりますよ。だから残土が出ないとかですねそういった非常にユニークなあの技術的な特性があってますますあの世の中に普及していくだろうと、まあ、役員も非常に自信たっぷりにですね今日話をされてましたけども、まあ、これがあの一つの売りになると。でこんなことをただ一般的に言うとなかなかこう自社ではアピールできてない状態が来ましたけどもいよいよまあ第三クォーターを踏まえてですね、まあ、IR をですね非常に積極的にやっていこうというですね、ことがこのテノックスの今流れです。まあ、今日、まあ、なかなか株価的にちょっと引けにかけて戻ったようですけどもまだまだですね PR が低い5倍台とかですねで PBR も低い配当利回り29円の配当ですから、まあ、かなり配当利回りもまだ高いという状況の中で、まあ、究極はですね皆さんあの楽しんでいただきたいのは究極はもっと上の水準、まあ、PBR を1倍とかですねそういった一つの指標でいくとそういったところをターゲットにして、まあ、山あり谷ありの繰り返しかもしれませんけどもただ堅実にビジネスをやっていく今立ち位置になってきているという会社です。ですからまあ改めてそのなんか売り物がもっと出るかなと思って見てたんですけど出なくて、まあ、着実に皆さんあの投資されているなというところだと思います。まあ、本来今日はあのもしかしたら今日なんか下がってるねとか言ってご報告して皆さんにお伝えしなきゃいけないかなと思ったんですけども実際にはそうならなかったというところで引き続きですねご注目いただきたいなと思っております。後ほどまた情熱投資家も今日ちょっと来ているとこの場に来ております。あのちょっとあの声をちょっと出していただきたいんですけどもまあ一言でどんな印象だったかっていうのをねまあちょっと聞きたいなと思ってます。いや今日あの話聞かせてもらったあのテノックスさんはもうすごいこれから熱意を持ってやられているっていうのもこちらとしても感じたんであこれは面白いんじゃないかなと一つ皆さんにこれは面白く感じていただけるんじゃないかなとそういうふうに感じました。ありがとうございます。まあ、そんなことでですね、まあ、今日ちょっと前回ちょっと長くあのビデオ撮影させていただきましたけども少し短めにやっていくということで、まあ、大体あと私の方からお話しさせていただくことはですね、まあ、これからどういうふうな相場展開になっていくんだとかいろいろご疑問とかあると思うんですけども、まあ、トピックスとしてですね、まあ、あのテノックスの話はもうこれで一応終わりなんですけども今週のトピックスとして新たなテーマとして私もちょっと考え始めたのが素材絡みのテーマを作ろうかな、もう一度ちょっと研究してみようかなということで、まあ、今日たまたまその情熱投資家の方で非常にこう
大ヒットした銘柄で三能という株があるわけですね。コード番号34413能。これの、まあ、バックグラウンドもやはりあの素材にちょっと絡むような話もあった。でその中にナノテクっていうのも一つあったなということで、まあ、今週の15日から、お台場でですね、国際ナノテクノロジー展が開かれますということで、もしかしたらナノテクというのがもう一回ちょっと取り上げられるかもしれないねというところで、ナノテクの代表的な製品っていうのは何かっていうことなんですけども、カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブをやってる会社どこなんだって、まあ、2000年ぐらいにですね大きな話題になったんですけども、その中の一つが GSI クレオス、まあ、非常にこうオールドエコノミーの代表みたいな定位株の140円ぐらいの台の株なんですけども、まあ、そういった銘柄があったりですね、それからアルテックっていう9972のコード番号、これもですね超音波スプレーっていうのを展示していますということで、まあ、ホームページご覧になっていただくと国際ナノテクノロジー展に出展しますよということをやってます。一度ご覧いただければそういった技術の中身が分かるかと思います。ですから素材絡みのところでちょっとなんかテーマ性を模索している中でナノテクというのがですね非常にこう今後注目されるかもしれないなというところです。まあそんなことで、あのその他いろんなの話題がですね山積、まあいろんな話題が出てきます。まあこういったものをですねこの話を今後さらにしていきたいなと思っております。今日はまあ一応テノクスを中心にお話をさせていただきました。皆さん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。松尾チャンネル。